号砲鳴って第7レース S 級予選競争発走、内枠の3者それぞれ踏み上げていきまして、まずは一塊、わずかに3番の佐野梅和前を取っています。その後ろを争った2人からは1番の室井、そして2番の河野は3番手というポジション。各ラインどのあたりから動いていくのか、もちろんこれに対しては中段の山形もちらちらっと動きを見ています。すでに残り2周を切って1センターに差し掛かりました。4番手車間を大きく切っている山形、まだバンベル等編は7番手さあ山形が先に仕掛けるのか、ここは残りの距離も考えてという展開です。さあ鐘が入りました。残り 600m、 それぞれ中段の山形、バンベル等編、後方とそれぞれが動きを睨みを利かせながらという展開で、ペースはまださほど上がっていません。ジャンの4コーナー先に仕掛けるのはバンベル等編です。いいスピード、中段並んでいったが、ここはちょっと逆に詰まる格好で山形は出ていきません。1コーナーから2コーナーへ差し掛かっていく3番の佐野梅和が抵抗していますが、2コーナーここはわずかにバンベル等編が前へ出る。さあ最終バック、ここで今度は8番の水島がさばきながら切り替えていこうという感じになった。ようやく山形が4番手5番手の外へ上がっていった。4コーナーからこれから直線を迎える。サイモン・バンベル等編が先頭です。それから2番の河野が抜け出していく、わずかに変わった2番5番9番。